Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もね、また新しいゲームの紹介をしていきたいなと思います。その名もマンイーター、人を食べるものみたいなね、そんな感じだよねもうすごいゲームを見つけまして、これねぜひ紹介したいなと思って。でどんなゲームかと言いますと、まずオープンワールドのアクション RPG ロールプレイングゲームなんですね。でも何が特徴かって、サメが主役なんですね。自分はサメになるんです。サメになって人を襲いまくると、人だけじゃないんだけど、ありとあらゆる生物、海の生き物をね襲いまくってレベルを上げていって、あの成長はね進化するんですね。自分を進化させて特殊スキルとかを覚えていくということなんですね。これがねこれがとんでもないゲームだけど面白いなと思って、もうすごいから、これ本当に今ね E3 っていうゲームの国際学会みたいのがあってね、新しいゲームがどんどん紹介されてるんですけれども、その中にねこれマンイーターってのもあったんですけれども、まあ私たちね E3 の前からこれ実は興味があって紹介したいなと思ってたんですけれどもね、まあ、E3 で紹介されたゲームね、興味もないのに全部紹介するつもりはないんで、当チャンネルではねこれだというゲームだけを紹介していきたいなと思います。で開発はトリップワイヤーインタラクティブというゲームで、キリングフロアなどでね有名らしいですね。私ちょっとあんまりキリングフロアよく知らないんですけれども、で開発陣の中にはデプスという、知ってる人は知ってると思うんですけれども、サメ VS ダイバーのデッドバイデイライトみたいなねゲームがあったんですね。それの開発陣の人がチームに入ってるということで、これはねちょっと面白そうだなと思ってね、あのデプスってゲームはすごい面白そうで、私やってないんだけど、その時ゲーミング PC 持ってなくてね、やりたいなと思ってたゲームなんだけど、それがねでも確かにねゲーム画面にその時のね水中のサメの動きとかよくね現れてる、こういうのとかね非常にねデプスに似てますね。確かにで成長システムがちょっと特徴的で、発育と成長と進化という要素があるらしいんですね。でどれも人を食べたり生き物を食べたりして手に入る経験値がね元に使えるようになるらしいんだけど、どうもこの辺がねデプスのねあのパーク開放システムみたいのと近いんじゃないかなみたいな印象なんですね。で発育はレベルが上がっていくみたいなね、能力の値が上がっていくみたいな感じで、成長っていうのはちょっと大幅に何かが変わるみたいな感じなんだけど、進化っていうのはデプスでもそうだったんだけど、サメのねそもそも種族が変わるのハンマーヘッドシャークになったり、なんか普通のコバンザメみたいになったりとかね、いろいろね変えられるんですよ。だこういうのがデプスにかなりね影響されているというか、デプスのシステムを引き継いでるんじゃないかなって印象なんだけどね。もうだったとしたら、ね、もうめちゃくちゃこれ面白いと思うんですよ私。うん、じゃあね、あの E3 でねゲームプレイ動画が出てたんで、それをね見ながらみんなとね紹介していきたいななんて思います。それではやっていきましょう。これねこう綺麗なんだよね、水の中が、クラゲとか、あのかオープンワールドなんだけど、おっとこのね街並みですよ、街の平和な海で狙っていく狙っていく、ドガーッとね、ひどいコキッコキッ、うわ綺麗、このねこの美しい景色の大自然の中で、大自然のね残酷さをこう表現していく、これがデプスじゃない、間違えたマンイーターです。すごい面白そうだね。魚とかね、あのアザラシとか、デプスだとね食べることによって体力回復とかあったんだけど、これはね経験値が入るみたいですね。まあ、もちろん人を食べた方が経験値入れない、トリック決めてっからね、これトリック決めると経験値の入りがいいとかあるのかもねわざわざトリック決めながら食べてっから。でもちろんねサメだから、あの沿岸警備隊みたいなのから攻撃されるし、結構ねあれですよ、ダイナマイトみたいな投げてきたりするからボートに乗ってズガーみたいなね。あーでね、こういうねあのワニとかいたりするんだけど、やっぱねサメよりも強い生き生物とかも存在するみたいですね。だやっぱり、ね、危険もあるサメにとって、うん、海の王者にも危険は多い。でもやばいやばい狙われてるみたいなね、撃たれてるみたいなね。体力表示はどこにあるんだろうね、これでも、あ左上になんかあるね、結構やばい、ドガーンですよ、うん、まずボートの上に乗っかって叩き落としてって感じよね。海に落ちてからの人間の無力感がよく表されているみたいな。
でこうやってね、あの宝箱みたいのがアイテムとか隠しアイテムみたいなのとかもあるみたいで、むちゃーって感じだね。進化してヒレのキック力とかね上げられるらしいですね。どう上げていくのか、スキルで上がっていくのかどうか知らないけど、あとはもちろん泳ぐ速度とかね、俊敏性みたいなとか、防御力とかね、あとは顎の歯を金属製にするとかもね、進化でできるらしいんでめちゃくちゃなね、ロボットシャークみたいなとか、ゾンビシャークとかあったかなって、確かゾンビシャークとかにもなれるんですね。すごいのめちゃくちゃ面白そうだよねって思うんだけど、もうこの人食べるのがちょっとまあまあまあね、進撃の巨人もほら人食べるからまあ似たようなもんだから、サメだからといって悪いことはない。あ、ガクガブガブだから、でモグモグね、あの肺を強化してね、地上でこう長い間行動できるようにするとかもできるらしいんでね。いや一言で言うと、まあなんていうの、ひどいゲームだねひどいゲームだけど、ほんとまあ面白そうだよねって話で、で発売はいつものごとくエピックゲームズです、最初 Steam とかね出てたと思うんだけど、エピックゲームズに変更になってますね。で2019年発売です。でもう近日登場にね出てるんで、デプスじゃない、間違えたマインイーターねめちゃくちゃ楽しみだよね。ちなみにこの後ろにいるおじさんなんだろうって言うんだけど、これはピートっていう、あのサメハンターみたいな人で、この主人公の両親のサメをね殺した経緯があるんですね。だから主人公はこのピートにね復讐したいんですね、実は。そういうストーリー性、ストーリーっていうか分かんないけど、軽くねストーリーみたいのもあると。このピートすごいよねもう後ろで食べられまくってるのに気にしてないみたいなね。このピートがね、ピートにも会いたいねピート側でもプレイしてみたいね、もちろん。なんかいろいろありそうなんだよね。デプスみたいに、なんか人側でプレイもできるみたいなのが入ってくんじゃないかなってちょっと思うんですけどね。そんなことないのかなE3 の話だとね、先行プレイみたいのがある的なことを言ってたような感じなんだけど、ちょっとその辺ははっきりわからないんですけどね。まあエピックゲームズでね発売になるということで、近日登場なんですよね。まあね、なんか新しいニュースが入り次第アップデートしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とか、あとはツイッターのフォローの方とかもねよろしくお願いいたします。概要欄にリンクありますのでね。で E3 で今大量にねゲームが紹介されてるんですけれども、まあ全部ね興味がないのに紹介するつもりもないんで、当チャンネルではね、これだっていうゲーム、あと発売になったらもうカンクリまでやってもねやり込んでもいいぞってぐらいね、私がそもそもやりたいゲームをね皆さんにね楽しく、あと深くね、なるべく深く紹介していきたいなと思いますので、まあそんな感じでねこれからもやっていきたいと思いますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。ラビットでした。皆様の良き、まあサメライフよろサメライフをお祈りしております。おいじゃまたね。チャンネル登録、英語なのでサブスクライブをすると検索しないでも更新動画を確認することができます。チャンネル登録は右下のラビナイトアイコンの方から、もしくは画面下のサブスクライブボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。